皆様こんにちは。内藤証券中国株情報の時間です。本日も東京日本橋兜町内藤証券東京支店にありますサテライトスタジオ株スタ7110から生放送でお送りします。解説は内藤証券投資調査部チーフストラテジストの千原康弘さんです。千原さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それではまず中国株式市場の動きを振り返ってまいります。中国本土市場の上海総合指数は昨日10月22日火曜日の終値が 3285.867 ポイントでして、先週10月15日火曜日の終値に比べ 2.6% 高でした。続いて香港市場のハンセン指数は昨日10月22日火曜日の終値が 2498.95 ポイントでして、先週15日火曜日の終値に比べ 0.9% 高となりました。それでは直近の動きについて解説をお願いします。はい、ではですね、上海、市場の上海総合指数の動きからちょっと見ていきたいと思います。こちらになりますね。8月から低調な商いが続いていまして、9月ですね、中秋節の4連休が迫った、9月の中旬なんですが、節目の2700ポイント割れも意識される水準まで調整していました。しかしその後はですね、中秋節連休明けの9月18日から、国慶節の7連休を挟んで10月8日まで10日続伸を記録。この10日続伸での累計上昇率は、29.1% に達しました。ここに至るまでの経緯を改めて見ていきたいと思います。9月の24日ですね、前場に中国本土の三大金融当局が共同記者会見を開きまして、消費の活性化を目的とした住宅市場や株式市場の救済策を発表しますと、13日ぶりに終値で節目の2800ポイントを回復しました。そして9月の26日ですね、中国共産党が中央政治局会議を開きまして、習近平指導部が住宅市場と株式市場の救済策に、救済にですね、本腰で取り込む姿勢が明らかとなりまして、この日の5場ですねに明らかとなりまして、これを交換して約3ヶ月ぶりに終値で3000ポイントの大台を回復しました。景気回復に対するですね、政府の本気度アップを交換しまして、9月の27日は大量の注文が証券会社に殺到しまして、上海証券取引所の取引システムに遅延障害が発生。その影響で上海総合指数の上げ幅は頭打ちとなりました。そして9月30日ですね、システムが復旧しまして、上海総合指数の終値は昨年5月15日以来の3300ポイントとなりました。こうした急騰の後ですね、中国本土市場は国慶節連休を迎えます。連休中の中国本土では今後の株式市場に対する楽観ムードが広がりまして、証券口座の開設希望者が続出しました。連休明けの相場に対する期待もですね、異様なほどにこの時は高まっていましたね。そして連休明けの10月8日ですが、上海総合指数は前日比 10.1% 高で寄り付き、3600ポイント台の後半でザラ場が始まりました。しかし中国本土の国慶節連休中に大きく上昇していた香港市場がですね、この日急落します。そうすると上海総合指数もそれに連動して急速に上げ幅を縮小しました。そして終値の方なんですが、2年3ヶ月ぶりに節目の3400ポイントを回復したのですが、前日比 4.6% 高にとどまりました。この日の香港市場ではですね、ハンセン指数が史上最大の下落幅を記録しまして、相場に対する見方が一気に弱気になりました。それでこの翌10月9日ですね、上海、総合指数11日ぶりに急反落。下落率はですね、前日比 6.6% 安に達しまして、節目の3400ポイントと3300ポイントを一気に割りました。そしてその後なんですが、ご覧のように昨日までその日々の値動きが大きいのですが、おおむね3200ポイントから3300ポイントのレンジ内で推移しています。
景気対策パッケージですね、一連の株式市場や、住宅市場の救済策のことなんですが、その効果に対する期待感が根強い一方で、連休明け直後の弱気、急落で弱気に傾いた投資家も多くてですね、ちょっと方向感を失っているようです。株式市場では株価救済策の進捗状況や、計画中のですね、財政出動ですね、これらをめぐってさまざまな情報が流れています。このうち財政出動ですね、は国債の追加発行を審議する全人代常務委員会の会議が今月下旬に開かれる見込みでして、財政出動の規模が明らかになるのはその後、10月の末ぐらいになると見られますね。それまでは公約まちまちの材料ですよね、さまざまな情報や観測を背景に方向感のない相場が続きそうな見通しです。続いて香港市場ですね。こちら、ハンセン指数の動きです。9月11日に節目の1万7000ポイントを一時割ったハンセン指数ですが、アメリカの利下げ期待などを背景にそこから急回復が始まりました。9月12日から9月の20日にかけて6日続伸しまして、この間の、9月19日にはですね、終値で節目の1万8000ポイントを回復しました。先ほども触れたその中国本土の三大金融当局が景気回復に向けた政策パッケージを発表しますと、9月の24日から10月の2日まで、今度は6日続伸ですね。10月の2日には1年8ヶ月ぶりに終値を2万2000ポイント台に乗せています。中国本土の国慶節連休中にハンセン指数は累計で 9.3% 上昇していましたね。で、10月の7日には、約2年7ヶ月ぶりに、終値が2万3000ポイント回復してますね。その背景には、短期での売り抜けを狙った海外ヘッジファンドの買いがあったようですね。しかし中国本土の連休が明けた10月8日は前日比で 9.4% 安で終了しまして、下落幅は史上最大を記録しています。国慶節連休中に重ねた上げ幅はこの日全て失ってますね。中国本土の連休明けを狙ってですね、それまで買いを進めてたヘッジファンドが一気に利益確定売りに動いたようですね。その後はですね、中国の経済統計の発表前に10月の14日から17日にかけて4日続落してまして、一時は2万ポイントの大台をですね、割る場面もありました。しかし中国政府の株式救済策が進展していることを好感して、足元ではですね、少し戻しているような感じですね。中国政府の景気対策パッケージをめぐっては楽観論と悲観論に大きく分かれてます。こうした不透明感を背景に、当面はですね、日々のボラティティを伴いながらも少し方向感を変えた値動きとなりそうです。はい、分かりました。以上、直近の中国株式市場の動きについての解説でした。この後は知って得する情報コーナーです。知って得する情報コーナー。このコーナーでは中国にまつわるさまざまな話題を取り上げてまいります。今回はどんなお話になりますか？はい、今週もですね、過去1週間の気になるニュースについて紹介したいと思います。はい、このコーナーではですね、日本ではあまり報道されない、中華圏のニュースを取り上げていきたいと思います。はい、最初のニュースは、こちらです。世界人口の半分近くに拡大したブリックス加盟国、すでに経済規模は購買力平価で G7 を抜くです。はい、ブリックス加盟国の首脳会議が、今月22日から24日の日程でロシアのカザンという町でですね、開かれてますね。ブリックス加盟国は今年1月に拡大しまして、今回の首脳会議は拡大後では初となります。
拡大後のブリックス諸国、ブリックスの加盟国ですね、合計しますと世界人口の半分近くを占めてまして、その名目 GDP ですね、購買力平価で鳴らしますと、まあ、そのすでに G7 を超える規模となってます。なるほど。ブリックスといえばブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカの5カ国ですけれども、はい、それがさらに拡大しているということなんですね。そうですね。もうこうなるとブリックスって言えるのかっていう感じになっちゃいますけれど、はい、今年1月にですね、イラン、エジプト、アラブ首長国連邦、それとエチオピアの4カ国が加盟して、ブリックスは、計9カ国になりました。はい。まあ、新しい呼び名考えなきゃいけないかもしれないですね。そうですね。最初の5カ国しか入ってないですもんね。はい。でこのほかアルゼンチンとサウジアラビアも、加盟資格をですね、2023年に取得してたんですけれども、アルゼンチンの方はですね、大統領がこう政権が変わって、加盟申請を撤回したんですね。一方サウジアラビアの方は加盟にちょっと慎重な姿勢を示していまして、まあ、こうした状態でも今回の、首脳会談が終わった後態度を表明するんじゃないかとも言われてますね。アルゼンチンやサウジアラビアのこうした姿勢の背景にはですね、やはり西側諸国との関係に対する一定の配慮があると見られます。ただその西側諸国との関係が緊密ではない国ですね、例えばパキスタンとかベラルーシですね、こうした国などは、まあ、加盟を希望しているようでして、今後もですね、ブリックスの加盟国拡大が続くと予想されます。はい。でこのブリックスが拡大する背景なんですけど、まあ、この西側に配慮しなければいけないようなその 連帯ですよね。それでも なぜその拡大するのかって言いますと、やっぱアメリカ主導の国際秩序に対するそうした国々の不満がやっぱりあるようでして、今回の首脳会議ではそのブリックス加盟国による独自のですね、国際決済システムの構築が議論されています。例えば貿易とかでお金をね、国側の国と国の間で払ったりとか、投資とかでもお金のやり取りするシステムなんですが、はい、これはですね、その国際決済における米ドルですね、アメリカドルからの脱却を意味するんですね。もしそのブリックス加盟国が今検討していることが実現しますと、ブリックス加盟国はですね、アメリカからのいろんな制裁、経済制裁とかに対して抵抗力を持つことになるんですね。はい。やっぱなんかそのいつなんかアメリカに制裁されるかもしれないっていう、そういう怖さみたいなのがあるのかもしれないですよね。でブリックスとかグローバルサウスの国々っていうのはですね、その歴史ですね、まあ、植民地の歴史とかいろいろあったんですけれども、まあ、多かれ少なかれですね、そのアメリカの主導の国際秩序にまあ不満を持ってるたりとか、まあ、不信感があったりするところは多いんですね。特に最近はそのイスラエルとかウクライナに対する西側のこう一方的なこう支援とかの姿勢に対して逆に不満とか、ね、不信感を増大させているようなところもあるんですね。で、まあ、ウクライナ戦争の泥沼化とか中東情勢の緊迫化が今世界の大きな問題となってますが、ブリックス加盟国がですね、今回の首脳会談とかを通じてですね、どのような意見をまとめるのかが注目されますね。はい。続いてのニュースです。こちらになります。中国政府がリサイクル事業の新会社中国資源循環集団を創設。背景に耐久消費財の買い替え促進や大規模設備更新の推進がですね、はい、こういったタイトルなんですが、まあ、中国資源循環集団、資源循環というのはリサイクルのね、中国的な表現ですよね。はい。まあ、その資源リサイクルをですね、主力とする、まあ、中国資源循環集団が今月18日に中国の天津市で発足しました。でこの会社のはですね、資本金が100億元、日本円で2100億円でして、で出資者は中国中央政府の国有資産監督管理委員会のほか、中央政府に直属する石油会社、鉄鋼メーカー、非鉄金属メーカーなどなんですね。でこうした出資者が廃棄する余分な金属資源とか、まあ、化学物質ですね、まあ、本来ではなんか廃棄されるようなものを回収する計画でして、その回収する規模は例えば鉄鋼のクズですよね、あのこう
なんか鉄鋼を整えた後に出てくる余分なくず鉄みたいなやつ、うん、ああいうのだけでも年間2億6000万トンに達するそうなんですね。はい。で、まあ、こうまたその習近平政権は、まあ、耐久消費財ですね、いろいろな車とか家電とか、まあ、そうしたものの買い替え推進、景気対策の一環なんですが、そうしたものを進めてたりとか、あと大規模な設備更新ですね、例えば古くなった太陽光発電の装置とかを入れ替えたりとかですね、うん、そういうのを推進してるんですけれども、まあ、こうした政策を推進するとなんか古くなったものは捨てられますよね。そうですよね、うん、はい、そうした消費財とか設備を再利用することなども今回の新会社の仕事の一つなんですね。例えば風力発電設備とか、あと電気自動車のバッテリー、こうしたものは今後数年以内に、まあ、更新とか買い替えが、まあ、急ピッチで進むと、見られまして、まあ、大規模なですねリサイクル体制というのが必要なわけなんですね。でこうした廃棄物はですね、まあ、その第二の鉱山と呼ばれるほど膨大な金属資源とか化学物質とかがありますので、はい、中国にとっても貴重な資源なんですね。でこの新会社ちょっと注目されてるんですけども、その事業が軌道に乗れば、まあ、いつかはですね、まあ、株式市場に上場する可能性もあるでしょうね。はい。で最後のニュースはこちらです。一枚岩ではないブリックス加盟国ですねと台湾の関係、背景に対中関係の温度差です。はい。先ほどはですねブリックス加盟国の首脳会談をご紹介しましたが、はい、その結束っていうのはそんなに一枚岩ではないんですね。お互い牽制し合っているところもあるんですが、例えばそのインドと中国ですね、なんかこの今日のニュースではね、一旦その領土争いが解決したっていうんですけれど、まあ、そうしたねギクシャクした問題っていうのもなんか抱えてるわけなんですね。一方南アフリカと中国にはそうした問題がないです。同じブリックス加盟国でもね、はい、ですので台湾をめぐるインドと南アフリカの対応には大きく違ってたりするんですよね。例えば直近でこういう話があったんですけれども、南アフリカ政府は今月の7日ですね、現地にある台湾当局の代表事務所に対し、今月末までに首都から退去するように通告したんですね。もうその台湾事務所に首都から出て行けって、はい、でさらにもし退去しなければ事務所を閉鎖するっていう強硬姿勢でして、うん、まあ、背景には中国との関係への配慮があるそうなんですよね。はい。台湾の方ではね、逆に南アフリカの事務所を追い出そうとする対抗措置も検討してるらしいんですけれど、一方インドのムンバイではですね、今月16日なんですが、インドで3カ所目となる台湾当局の代表事務所がオープンしたんですね。すると違いますね。そうそうそう、はい、一つは出ていき、一つはなんか新しくオープンで、中国政府がインドに抗議したんですけれども、台湾との関係っていうのは、そのいろんな、ね、その国々が、中国と交渉する上で有効なカードとして機能してるっぽいんですよね。例えばなんかうちの言うことを聞いてくれた台湾事務所をこうしますよとか言ったら、なんか交渉材料に使えるじゃないですか。だからこれっていうのは、まあ、ある意味なんですけれど、中国の外交上の弱点なのかもしれないですね。そうですよね。はい。で、まあ、ブリックスの会議ね、今開かれてるんですけど、今後どうなるかがちょっと注目されます。はい、わかりました。以上、今回も過去1週間の気になるニュースお話しいただきました。それでは今日はこのあたりで失礼します。千原さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。